札幌市 A バス、大型路線車1993年導入車までの赤、クリーム図色札幌市 A バス、大型路線車新 CI 導入後、最終期のディーゼル車の図色札幌市 A バスとは、札幌市交通局が1930年から2004年3月31日まで運営していた公営バスである。最盛期は、市内各方面に路線網を展開していたが、 利用客の減少により、慢性的な赤字経営が続いていたため、札幌市は交通事業改革プランを策定。2001年に市営バス事業からの撤退を正式決定し、2003年2004年の2回に、渡って民営バス事業者へ移乗された。ただし、札幌市営地下鉄との乗り継ぎ割引制度はそのまま引き継がれた。また、エコップについても、 2010年11月20日限りで廃止されるまで異常後の路線でそれまで通り利用可能となっていた。時期により多少の差はあるがリアエンジンアンダーフロアエンジン化以降はトヨタを除く4社から購入している。戦後はイスズが多数派となったが UD エンジンの商品化以降を民生、ヒデがシェアを伸ばし年度によってはイスズ車を超えることも多かった。 初期のリアエンジン、アンダーフロアエンジン車は営業所ごとに集中配置され、北光は、いすずと民生、ひで、ことには、不そと日の、白石は、日のと民生、ひで、もいわは長年にわたり民生、ひでが、死体など、偏りが見られた。日の、不その導入が増えるのは1970年代中頃、営業所ごとの差がなくなるのはそれ以降である。車体は、 石津川崎航空機、民生、秀富士重、日の帝国、不走暮れ派と一部の例外を除いては基本的に純正のみであった。1960年代中頃までの路線車は短弱車が多く導入されていたが、1964年頃からラッシュ対策と1972年2月開催の札幌オリンピックに備え、4つ折り中扉、11メートル級の 長尺車を導入。メーカーは、日昨を除いた3社で、以後、オリンピック直前までこのタイプのみが大量に、増備される。また、1965年頃から、ロングシートに代わる前向きシートと、燃焼式ヒーターの本格導入が始まっているが、気候を考慮し、2組装備されていた。温風の風洞は、室内床の右隅にあり、運転席から、 最後部まで通っていたが、ロングシート車はシートクッションと干渉するため、ホイールハウス状を通すことができず、内側に大きく張り出す格好で迂回させていた。オリンピック輸送が一段落すると、これらの車は前扉を増設され、ワンマンカーへと改造されている。路線車のシート表皮は、古い順からライトグリーンのビニール、1963年頃にグレーのビニール、 1968年頃にはクリーンのモケットと変わっている。1972年の停鉄バスの経営改善策を受けて市が譲り受けした車両はワンマン仕様が多かったが、市営転席後は中扉のみを使ったツーマン運行が多かった。転席者は方向膜や運賃表示器、校車灯など接客関係の仕様の相違をはじめ、日野車の一部には シフトパターンが異なるものもあった。1950年代末から1960年代にかけての札幌市交通局は、後にゴム隊や敷地下鉄の海の親となる名物局長、大東豊の大東イズムが目立つ。後に札幌スタイルと呼ばれることとなる、同時期のスマートな試電、世界的にも稀な路面電車型の機動車、試行錯誤を繰り返して完成した。 パッセンジャーフローシステムの連接者、そしてゴムタイヤ式高速電車の試作に至るまで、同局の独自性を存分にアピールしていた時期でも、あった。その中にあっても1958年頃から導入が始まったセミステンレスボディの観光バスや寝台バスは、とにかく異彩を放つ存在であった。セミステンレスバスは、グレーハウンドなど、アメリカの長距離バスでは、 おなじみのものであったが、日本では、その硬く伸びにくい、特性ゆえ、加工性が悪いことや、対応年数の面でも過剰品質であることなど、否定的な見方が大勢を占めていた。しかし、サビや塗装の補修がいらないというメリット以上に、見るものに与えるインパクトは、非常に大きく、新しさの表現にはうってつけであった。これらは、エアサスペンション、カーラジオ、メトロ窓、 屋根型のサンルーフなど、最新の装備を備えていた一方、車体外反に入ったプレスによるリブが目立つ以外は、普通校の車体と変わらず、構造もモノコック式であり、際立つ外観とは異なり非常に保守的である。車種メーカーは、トヨタと普装を除いた3社で、民生車は、白樺と、け館場、イすズ車は、春にれと、鈴掛、け、日野車は、浜梨スと、拳など、 北海道らしい愛称がそれぞれ付けられていた。1960年8月、日本のバスでは唯一となる寝台車が交通局に登場する。札幌と函館、輪っ稚内の各都市間の距離は約300から3 3 0トル、釧路に至っては4 1 0トルであり、高速道路のなかった時代、移動には長い時間を要していた。 高度経済成長による観光ブームの到来で近い将来長距離移動に適したバスが必要になると読んだ同局は寝台バスの試験導入に至った。車体構造は当時同局が導入していたデラックス観光バスと同様モノコック構造のセミステンレスカーでリアエンジン方式であった。北海道にちなんだ愛称を与えられていた他の セミステンレスカーに揃え、U からと名付けられた。車内のレイアウトは、国鉄の寝台客車の B 寝台車に近く、進行方向に対して、横向きに三段寝台を設置して、補助席スペース込みの通路を一旦に寄せる形で前後、方向に置き、車内後部には、寝台共用のリクライニングシート4席に加え、洗面台と、簡便な炊事設備を設けていた。冷涼な土地柄から、 冷房装置はない。また、トイレもなく、駅やドライブインの利用を想定していた。一般の車両に比べ前行と重心が、やや高く、たびたび横転事故を起こしたことから、放規上も、本格的な信頼を持つバスは認められなくなり、計画自体が中止に追い込まれた。不創生車足は空気バネ、重ね板バネともに、他車に比べ、 ロールスピードが速い傾向にあったことも事実であるが、この時代のエアサスペンションは、車高調整機能は持つものの、現在のような高度な姿勢制御は不可能であり、柔らかさ重視の設定のためリーフ式サスペンション以下のタイロール合成であったことも一因である。当時、同局ではトヨタを除く大手4社の車両を導入していたが、この寝台バスは不創性のみであり、一方、 一般的なロマンスシートのセミステンレスカーには、不創生のみがなかった。日本においては、本格的な信頼を持つバスは認められていないが、外国では広大な国土を持つ中国にて、多くの信頼バスが運行されている。札幌市交通資料館に保存される、車両車退職は、戦後、大色と群青色に白帯を配した図色となり、その後、 リアエンジン車の導入を機に、右上の写真のようなクリームと赤となり、従来車も塗り替えられた。塗り分けは、クリームの地色に、胴回りが赤の V 字型金太郎塗りで、その他前頭部に赤、倉庫と屋根型に赤の細線が加わる。金太郎パターンは四面ともにあるが、前面と上高扉側の切り欠きに支障が入る。1950年代には、 コーチビルダーの都合で、地色のクリームが民生、富士従者が高褐色、伊子図、川崎社が白と、不揃いな時期もある。1963年頃の導入者から塗色が揃えられた。交通局では雇用の確保を重視し、当初ワンマンカーの導入には消極的であった。そのため、車掌が改札を行う中扉車ばかりの中にあって、前乗り、 先払い方式のワンマンカーの乗車誘導を行う必要から胴回りの赤の円に識別用の細い白帯が入れられている。後年のワンマンカーは整理券を導入した中乗りご払い方式となり、この識別体もない。1965年に西の平和福井方面域をカバーする西の第二戦翌年には、 旧個別ザートンネルを越えて、広脇ターミナルとの間を結ぶ、円山成長線が開設されるが、いずれも山間部の換算かつ、境愛路線であったことから、テストケースとして、マイクロバスが導入された。これらは、大型車と同様のクリームと赤の塗装とされ、ワンマンカーではあったが、乗降口が一箇所しかないことと、マイクロバス専用路線のみの運用であったことから、 ワンマン識別用の白帯は入れられていない。現在、交通資料館にハイルーフとなった造備車が当時の姿で保存されている。観光車も路線車と同様の図書であるが、中扉の路線兼用車のみは、胴回りの赤部分に小田急バスのように、クリーム色の細体が3本入るほか、セミステンレスカーは前頭部と屋根肩の細体のみに色が入るが、色は、 赤ではなく、朱色となっている。停鉄からの遺跡者は、経年者ばかりであったため、全塗装は行われず、停鉄時代の塗色を活かして塗り重ねられており、市営オリジナル車とは、色調やパターンが異なる。1975年4月に登場した、観客都心循環専用車両では、地下鉄連絡のアピールのため一転して、市営地下鉄に習った緑系の塗色を採用し、 ミニバスは地下鉄6000型に準じたクリームの地にライトグリーンの斜めゼブラ塗り、中型バスは後の地下鉄3000型を先取りしたようなグリーンのツートーンとなっている。1990年代中頃から札幌市交通局の CI 活動として、市電と共に車体裾のみ、白、他は、エメラルドグリーンの ST カラーに再度変更されている。 地下鉄南北線、自衛隊前駅に併設される市の交通資料館には、市電に加え、大型一般車三色のほか、初期のマイクロバスなどが保存、展示されている。以前展示されていた、セミステンレス観光車の鈴鹿家は、市営バス廃止に伴う展示車の追加により撤去された。達者上ともは、それぞれの会社の塗装に順次変更されたが、2003年10月時点で、 JR、北海道バスに譲渡された車両のうち廃車間際の数台のみ市営バス塗装のまま残存していた。所属営業所、車種メーカー、車種メーカーごとの投資番号の構成となっている。1950年代末にはナンバープレートの下二桁を車番とした例もある。1980年度の導入者から、所属営業所西暦の下二桁。 車種メーカーごとの投資番号へ変更された。これに伴う従来車の買い番はない。旧表記この車の登録番号は、札22、あ12から30、1980年度以降シロフ88から4号車上記の法則により、シロフ88から4は、1988年度に導入された4号車で、白石自動車営業所に所属する三菱不送車という、 ことになる。また、中型バスは、メーカー名の項目を M、ファクトリー線専用車両を F とする規定が加わった。なお、移動により所属営業所が変更される場合は、所属営業所の上に移動先営業所名を記したシールが貼られていた。その他の項目は変わらない。ありがとうございます。